朝ドラ殺人事件は NHK 総合で2012年3月28日0時15分、29日1時5分から放送された日本のスペシャルドラマ。続編である同年8月26日1時20分2時3分放送の単発スペシャルドラマ、大河ドラマ大作戦、2013年3月30日放送のテレビ60年マルチチャンネルドラマ放送博物館。 危機一発と合わせて NHK ドラマ部幽霊対策シリーズとされている。本校では続編も合わせて説明する。3作とも NHK 局内の現実に存在するドラマ、制作現場を舞台に起きる幽霊騒動を描いたコメディドラマである。朝ドラ殺人事件は NHK 発のマルチチャンネルドラマ。すなわち放送中に視聴者が テレビリモコンで映像を切り替えることを想定して演出に利用したドラマである。切り替えのタイミングにはクリス・ペプラ演じるマルチチャンネルの妖精さんが登場し視聴者に選択を促すという仕組みになっている。前後編の2部作となっており、前編は2012年3月28日午前0時15分、後編は翌日の29日午前1時5分により放送。 再放送は NHK 総合にて前編を4月9日、後編を4月16日の午前0時10分より放送された。朝ドラ殺人事件の主演は、これがテレビドラマ初主演となる秋元さや香が演じた。続編となる第2作大河ドラマ大作戦では再び秋元主演で新見美,美穂を演じ NHK 大河ドラマの舞台裏で、 再び幽霊騒動に巻き込まれる内容となる。なお、第2作では、マルチチャンネル放送は行われない。続く、第3作では、松井玲奈が主演し、再び、マルチチャンネル放送された。秋元演じる美穂は、先輩役として出演する。放送博物館危機一発に関するカテゴリありがとうございます。